はい、どうも皆さん、こんにちは。エルツです。さあ、ということで今回は10月シーズンマッチ最終日ということでございまして、つまりね、どういうことかというと、今日はマスターズルール適用前の最後のシーズンマッチということになるわけですね、今日が。で、そのマスターズルールっていうのがこちら。はい。まあリーダー制限のコマが出てきたりとか、あと3オール禁止と、言ったところですね。で、このデッキを見てくださいと。サブルシファーに3オーラ、もうどっちでも引っかかってるからね。これはもう来月以降使えないですよと。まあ一応ダイマス以外では使えるんだけどね。このルールがダイマス限定だからね。なんだけど、もう逆に言うともうダイマスにおいてはこのデッキを使うことはもうないんで、もう今のうちにこれを使って暴れようかなと。いうことで今回吸収デッキでシーズンマッチやっていこうと思います。はい。吸収デッキもなんだかんだ、めちゃめちゃ久しぶりに使うな。僕もね、実は吸収デッキよく使ってたんですよね。多分去年の末ぐらいまではね、すごいハマってて使ってたんですけども、まあ、スキルバッジ適用だったりとか、まあ、その他ね、デッキの強化とかもありまして、まあ、それを境にもう、ピタッと使わなくなっちゃいましたね、吸収デッキ。まあ、でも、まだ強いけどね、普通に。で、あのね、この吸収デッキの特徴といいますか、僕の個人的に思ってることを言うと、あの、使われたらすっげー嫌なんですよ。でも、使うのはめちゃくちゃ楽しい。これ使う側だとね、すげえ爽快感って楽しいんですよね。まあなんで今日は最後にね、その爽快感を味わいたいなということなんですよ。さあでは見ていきましょう。初戦は相手ウィブスタニアですね。で、サタンもう引けてるんで、でしかもね、ウィブスタニアってことで召喚なんでね、もう最大値ですぐ出ると。そしてね、アラジン持つっていく。これ美味しいな。さあこれはもう角にサタン配置しましょう。ここね、サタンを置くだけで強いからね、ケースデッキ。しかも相手が相手だしね、これ。さあ置いて、まあ、一旦吸収入れていくと。で、しかもね、もうすでにオーラ引いてるんで。S5 マのオーラ引いてるんで。なんならもう倒数も引いてるからね。これはもう、あ、そこ置く。しかも召喚で駒増やしてくれる。これはもう、行くしかないでしょ。こんなの C1 に倒すでしょ、これ。これ倒す、あ、待って、ルシー引いた。どうしよう、どうしよう。あ、待って、ルシーコンボも強いな。でも倒す、いや、ルシー、いやー、待って、どうしようかな。いやでもこれさすがに倒すでしょ。倒すでします。はい。いけ。で、この吸収量。強いよ。しかもこれコンボ繋げるからね。やばいな。久しぶりに使ったけど、まだ衰えてないね。さすが倒す。だってエミレム打ってくる。結構強いね。コンボスキルが怖いな。これどうしようかな。倒すコンボ2回使うのもいいですけど、1回盤面詰めるか。なんで、A2 にルシー打ちましょう。これでいいかな。うん。まあ、タワースコンボを2回使って、ご了承してもよかったけどね。別に。うん。まあでも、こっちでもいいでしょう。多分 HP 持つと思うんで。で、気づけば3オーラになっていると。これなんですよね。吸収デッキの脅威。さあ、これはビーナス打ってくる。で、右 X 盤面的にはね、打ちたくなるんですけど、そうするとビーナコンボ怖いんで、一旦 E4 からいきますね。E4 フィリス打って、でこれも3オーラだから、これもう、強いわ。だってもうこれ、オーラのせいで、サタン武士だけで毎ターン1800吸収しろもん、これ。やばいよね。で、ワカミ打ってくる。で、そこはもう、囲めコンボ繋げるんで、そこ繋いで、行くかな？うん。あ、セラム引いた。さらにバフを引いてく。鬼すぎるな、これは。これでね。はい、囲めコンボ繋いで、2.1 だ。強いよ。やっぱやばいな、このデッキ。刺さると。本当にやばいね、これ。改めて、吸収デッキのやばさを知ったわ、今。で、ここでビナコンボ繋いでくるけど、全然耐えると。言ったところで、ラストはね、もう倒すコンボ、あるんで、ここ繋いで勝ちと。言ったところですね。これ最後の吸収量も気になるな。どんぐらいいくんだ、これ。吸収おぉ強いやっぱりやばい、このデッキ。さあ、2戦目行きましょう。わー、速攻流か。ルシファ。おぉ、ハッシュ、ナイスナイス、ルシファ。まあでもそっか、これも、来月からできなくなっちゃうんだね。ルシファ。なんか悲しくなってくるね。まあ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 。さあ、初対ね、フィリスから切って。で、とりあえずもうルシをね、変置きしときたいんで、まず最初に、まあ目指すことはそれかな。相手周り置いてくるけど、一応もうフィリス信じるか。フィリス信じて、ルキア。まあカゴメかな。カゴメ置いとこ。カゴメ置いて、ちょっとルキアとルシファーを取っておこう。すって強いね。さあ、ここでちょっとフィリアとか来たらちょっとね、怖いんですけど、どうなんですかね。成功者、問題ない。大丈夫。で、これで次のターン、周りは消しつつのルシファーしますか。角にルシファーね、置きましょう。
まあ、ただね、マロニーが若干怖いけどね。マロニー来ないでくれって感じなんですけども。まあ、とりあえず置いといて。それで毎ターン HP 吸いつつ、デバフと。このデバフがね、ほんと効きますからね。ただちょっとメイちゃんが来たら怖いけどね。さあ、どうだ。おー、フリア撃ってきた。このタイミングでフリア撃ってくる。やっと待って、強いな。強い、待って。で、次、こいつ 2.2 倍出るのか。あと、ウォール引いた。これ、とりあえずもうバイラン撃っとくか。で、これどうしようかな。フェリア消しもいいけど。これ耐えるんじゃないかな、フェリアコンボ。ルシーいるし。C2 からでいいんじゃないかな。カゴメコンボ繋げたいのよね、個人的には。なんで C2 から行って、うん。これでちょっと HP 吸って。オッケー、いい吸収量。ナイスナイス。で、これ、まあ、ルシーのデバフ終わるから耐えるでしょ。あー、でもこれあれか。メイちゃん来たら終わるか。でも、大丈夫。メイ以外は大丈夫。全然耐える。よく悩んでるよ、相手。持ってないんじゃない？おー、よし、持ってなかった。いいぞ、いいぞ。これはもう、待って、どうしようかな。次引く駒。サタン。F5 いっちゃおう。F5 いっちゃおう、これは。これちょっと、2.2 倍怖いけど、多分、これ今、メイちゃん持ってないんで、ルシを信じます。いや、でも大丈夫でしょ。1万2000あれば。しかも、ロックあるから、次のターン、ロック打ちつつ、サタンコンボ決めれば、いけるでしょ。エルケス来るけど、オッケー大丈夫。オッケー、ルシファーナイス。これで、F3 に、サタンコンボ繋げつつのロック打てば、大丈夫でしょ、多分。ちなみにこれはどんぐらい吸収してくれるんだろう。結構、いくと思うんだけど。どう？おっと、あ、強え強いな。これ6400。いや、耐えるでしょ。しかもロックだから、一番火力高くてもカーンライズだよね。勝ったでしょ。あ、カーンライズ来た。これは全然届かないね。デバフも効いてるから。よーしこれですよ、これ。これが吸収デッキですよ。最後はね、守護者とサタン繋げて、で、HP 吸って、よーしこれでフィニッシュと。さあ、ラスト3戦目相手アポロンですね。さあ、玄関強のデッキに立ち向かえるか。てかこれ、アポロンデッキって HP 高いんで、多分これ倒す引いた瞬間勝ちじゃない倒す引いた瞬間勝ちまであるよ、これ。これはちょっとね、守護者捨てるしかない。で、バイラン、まあ、どうしようかな。次、仕打ち、お、相手バイスで切ってきた。相手も手駒詰まってるのかな。さあ、引き。はい。なるほど。サマブラ風車打ってからのバイランかな。これで良さそうかな。さあ。今のところはね、まだ全然吸収してないですけど、後半からね、勢いついてくるんで、このデッキはね。さあ、相手もサバブラ打ってくる。じゃ、ここバイラン置こうかな。お、ルシ引いた。これはルシでしょ。これはルシ一択。いけ。さあ、ルシファー置きまして、毎ターン吸収入れていくと。いった感じですね。さあ、相手、次どうする？ブラジアを確実に2枚召喚したいなら、X 打ちですね。では、B さん来てくれたら、なあ、まあ、X 来るか。ちょっと HP 削られてる。で、しかも次のターン相手のサマブラ発動しちゃうな。フェリス。まあ、これはフェリスかな。フェリスを B さんに置いて、で、角にバイラン置いときたいね、次のターン。そういう感じで良さそうかな。さあ、吸収もね、勢いついてきましたよ。さあ、ここで相手のサマブラ発動すると。まあ、でもこの吸収は美味しいんじゃないかな。サターンだったり倒す後、今引いてるバイランのね、吸収量が最大値に達するんで、すぐに。結構ありがたいっちゃありがたいかな。相手ワノゴマで相手もね吸収してくるんですけども、さあ今のところバイラン稼働かな。あー、セラムか。これバフ先に置くか。バフ先に置いとこう。さあ罠は、あー、レニアドですね。はい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 。まあ全然大丈夫かな今のところ。さあただこっからね一気に削られたりするとちょっとねアポロン圏内にね、入りかねないんで、ちょっと怖いんですけれども。お、相手、またしても罠駒置いてくる。なるほど。これ、パッと見 C1 のバイランで良さそうだけどね。コンボも繋げるんで。さあ。お、あ、来た！最強駒来た！これはもう、置くしかない。いけ！いけ、倒す！さあ、相手、キャラ駒も多いからね。おーら！よっしゃ、強え！やばい、強いね、こいつ、最強。倒す、最強。さあ、これしかもコンボ繋げるからね。さあ、どうするこれ。バイス置いてくる。さあ、これどうしようか。A2 から行くか、もう倒すコンボ繋げるか。あ、
オーラ引いた。これはもう、いけ。これはもう勝ちでしょ。さあ、倒すコンボ。吸収の力見せてやれ。オーラ。これ引いて。これもう、どうやっても負けないじゃん、これ。これ勝ちじゃん。これ勝ちじゃん、これ。もう、あ、もうそこ置いてくれるんだ。あ、もう、ダブルコン、いや、もうトリプルコンボです、こう。でも最後にね、もう、わあ、サタン引いた。これはもう、最大の吸収見せてやろ、これで。はい、ということでね、こんな感じで吸収力楽しいんでね。まあ、ダイマスではもう使えなくなっちゃいましたけども、まあ、ダイマス戻るまでのね、過程の楽しみとして使ってみては、いかがでしょうか。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ということで、また次回お会いしましょう。